こんにちは、大八郎です。今回は田島孝之氏とソータのコラボレーション、田島孝之の彫刻コレクション3、こちらをカプセルトイ版全4種開封していきたいなと思います。こちらです。いやー、相変わらず素晴らしいですね。素晴らしい。で、お彫刻コレクションね、僕1を開封して動画にもしてるんですけども、で2がね飛んでるんですが、2は1のちょっと色違いだったのでね、購入はしなかったんですが、今回第3弾、ラインナップも変わって、またまた素晴らしいお彫刻コレクションがね、出ましたんでね、紹介していきたいなと思います。で、今回ねカプセルトイ版なんですけども、ボックス版と違いがありまして、ボックス版はですね、まずこのゼウスのこの金トーンみたいなこの雲、これがねブルーです。色が違います。で、ここにねタヌキがいるんですけども、ボックス版はタヌキではなくて猿になってますね。ここがね、カプセルトイ版とボックス版の、違いですかね。はい、ではまず、イカピエタカッコパンダ、こちらを見ていきたいなと思います。これね第1弾にもねイカピエタいたんですよ。でこうやって抱えてたんですけども、抱えてるね、人がね違うんですよね。パンダではなくて、第1弾はなんか水泳帽をかぶったね人間を抱えてたんですけども、今回はパンダということで、パンダも、すごいですね。ちゃんと下半身には、おーティンティンがついておりますね。はい、ゾウさんがいます。パンダやけどゾウさん、ややこしいですね。いやー、でも相変わらずいいですね。この、なんて言うんですか、このね、もう癒しですよね、これはね、本当にね。はい、イカピエタ、カッコパンダです。はい、次はゼウスイエローですね。はい、雲がイエローです。でゼウス今回ねツルツルではなくてね髪の毛なんですね。カツラかな、明らかにカツラですよね。ヒゲと全然違いますもんね。ちょっと気にしてたんでしょうか、神様なのに。またでも選んだ色がすごいですね。でまた下半身がねこれもう丸出しなんですよね。何をやってるんでしょうかね、このゼウスは本当に。いやー、これもでもね、いいですね。いや、いいですね。すごいわ、ほのぼのする。で、次はタヌキですね。これまたいい感じですね。いい感じ。いやー、いいですね。タヌキも、はい。まあ、タヌキはね、なんていうんですかね、結構ね、出てるイメージといいますか、なんかそういうのね、ありますよね。はい、いやー、いいですね。素晴らしいですね。で、僕、今回、一押しでございます。まんじゅうを二つに割るタコでございますね。これね、何がいいかって顔がいいんですよね。この顔見てください。いや、なんとも言えないこの顔。いやー、いいですね。まんじゅうを割ってね、食べるんでしょうかね、まんじゅうをね。いや、めちゃくちゃいいわこのタコ。この口を。いやー、いいなー、和むわこれは。はい、全容詞ねちょっとね見ていただきましたが、また改めてねターンテーブルでね、回していきたいなと思います。はい、それでは行ってみましょう。
はい、いかがでしょうか。田島孝之氏とソータのコラボレーションですね。田島孝之のお彫刻コレクション3カプセルトイ版全4種開封していきました。いやー、相変わらず素晴らしいですね。このほのぼの感というかまったり感といいますか、見てるとね、もうゆっくり時間がね、なんかね流れてる感じ、まあ言うたら日向ぼっこしてる感じみたいなね、この世界観がねやっぱり惹かれていきますね。いや素晴らしいですね。でこの方のね、あの田島孝之氏の、彫刻のねコレクションといいますか、作品でね、他にもねまだいろんな動物とかいるんですよ。はい、いやだからこれね、まだ次第4弾第5弾とね、また違うラインナップでね、展開していってほしいなと思いますね。その時はまたね購入したいなと思います。いやもう本当に素晴らしいですね。いやいいですね。ゆっくり時間が流れていきますね。いやーいいですね。ありがとうございます。はい、それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。